チャンネルクララをご覧の皆様こんにちは。日本人だけが知らないインテリジェンス、柏原隆一先生、よろしくお願いいたします。ます国際親善があの情報戦の最前線になる。 っていう,う話を今回はしてくださるそうなんですがですなんか私にはいまいちピンとこないんですけど私お花畑のでしょうかいやいや大体普通でもあの国際親善は国際親善でね、はい、あの普通あの例えば日本とアメリカがね例えばこうポトマック川に桜の木を植えるとか、はい、まあ素晴らしい国際親善で、はい、そんなところには情報戦の限らもないんですけれども、はい、やはりかつては、えー、こう共産権と資本主義権が争っていて。 その冷戦という,こう戦いの中でやはりこうんですかあの国際親善というのも,えこうもうそれ自身が一つの新たな戦場とならざるを得なかった。 ということなんですよね、うん。時代背景っていうことですか、ね。そういうことです。やはりこう冷戦の間でっていう。はい、でもそれは別にこう必ずしも冷戦の間今はどうかっていうと、うん、日本と中国の間の、えー、国際紛争も盛んですから。うん、<laughs> そうですね。いろんな意味で。<laughs> そこもそこも必ず、はい、あの多分最前、えー、っと最前線になってるんだろうということを想像しながらね、うん、今回の話をちょっと、えー、こう聞いていただければなと。 そう思いますね、はいうん。まずですね、あの国際侵戦もうちょっと話は少しね前回から比べると話は少し飛びまして、えー、っと第二次世界大戦の途中のからなんですけども、はい、第二次世界大戦というとアメリカとかイギリスは、えー、ソビエトと組んで一緒にドイツと戦ってましたよね。はい、ですからその、えー、1943年 それに、えー、外務省英国外務省の中に、えーっとまあ、文化関係局 Cultural Relations Department と CRD というんですけど、はい、そういった部局ができるんですよ。まあ、これは、えー、何をする部局だったかっていうと、まあ、連合国の親善を推進するために文化社会芸術面での交流を、まあ、促進する機関。 として外務省の中にでできたんですよね、はいまあ、これは聞いたらああなるほどねっていう感じでするんですけどでもですねあのコミンテルのとこでお話もし,したかもしれませんけれどやはりこうソビエトにとっての国際交流っていうのは自分のイデオロギーをどっぷりつけ込むっていうんですか、はい、もうつけ物だるみたいなそう,そういう場所ですから、はい、やはりこれが当然あのソビエト側の、えー、プロパガンダの機会として、えー、利用されてしまうと。 ですから、まあ、国際的な組織の大部分はですね実際にはモスクワから指令を受ける、まあ、フロント組織だったとうそういったものと CRD は対峙しなきゃいけなくなったとうそういったことがあるんですよ。はいね、でだからあの具体もうちょっと具体的に言うと例えばあの学生組織ありますね学生団体とかね、はい、そういった段階の中に、えーっとまあ、その共産主義の、えー、思想を吹き込むとか。 え、そういったことをこうどんどんこうやっていくわけですよ。はい。それに対してあのここのままではいけないと、うん、ね、え、英国人の若者がそんなに共産化されなきゃいけないっていうので、うん、この CRD が積極的にこう対抗策を打つと。はい。そういう戦いが、えー、実は始まるんですよ。はい。でもやはりあの最初の一発っていうのはえ、ソビエトからなんですよね。うん。ね。で、例えばちょっと例を挙げますと、はい。え、千九百四十五年十一月にまあロンドンで開催予定の世界青年会議 っていう、まあ、共産主義者によって組織された集会に、まあ、あの当時の首相の、えー、クレメント・アトリーが、えー、許可を与えてしまうんでね。はい なんかわざわざ共産主義者がロンドンにやってきて盛大におもてをするのにそれに当時の首相は許可をうっかり与えてしまった、はい、まあその背景にはですねやはりあの共産主義者の審判の当時であのアメリカの、ね、大統領のお、まあ、奥さんだったエレノア・ルーズベルト、はい、エレノア・ルルーズベルトから、えーっとまあ、あの賛同を受けていたので、えー、これはまあ仕方がないかという感じで やってしまったポンルーズベルト自体が、ね、そうですそうそう向こうにねそうです、もうとにかくかなりね共産主義に偏った人だったんですけど、さすがに元ね同盟国の大統領夫人からの賛同を得てますよって言われたら無限にすることもできなくて、はい、あのそれで結局許可を与えてしまうとね。はい、まあだからあの外務省もね、だからそういう警戒するっていうのがなかったわけじゃないんですけど、はい、でも外務省はこう考えたんですよ。ね、まあより多くの外国人がこの国を訪れることを許され 我々が生活しているまあ、知的自由の雰囲気に浸ればそちらの方が良いとねだからこの素晴らしい英国の生活様式でも見てもらえればあの多分彼らも考え方が変わるんじゃないか甘い。<laughs> <laughs> いかにも甘いですよね。はい、ですからあのー、これであのー、蓋を開けてみるとやっぱり案の定ということになるわけですよね。んまた、あ、これで傑作なのがねこの会員こうね集まったあの代表の人たちのメンツなんですよね。はい、青年というとねどうですか何歳ぐらいっていうに二十代とかまあ っもで,ぐらいでも実際に集まったのは、ね、平均年齢が40歳のソビエト青年ひげはぼぼのおっさんばっかりですよね <laughs> おっさんばっかりの青年がわざわざやってきて <laughs> <laughs> さあわれわれ青年はみたいなことを私ちょうどそれぐらいの年代ですけど <laughs> はい、はい、自分のこと若者とは思えませんよ <laughs> まあ自称ですからあくまで自称ですからね、はい、でこれでえ会議の1か月前に到着して準備を進めておりもう論題を仕切り、まあ、盛んに道義を提出し防護 声を上げてえ他のものを黙らせると、も、ま、う、あ、そういうことによってですね、会議を牛耳ってしまうと。はい、なかなかなんか日本でもやってそうな <laughs> そんな感じですね。大声を上げてっていうのはね。大きい,いやつが勝つみたいな。そうですそうです。でまあナチスの強制収容所になったベルセンの状況は西アフリカの植民地の状況とは比較にもないとか。 怪物のような英国の産業家たちは英国内の木綿産業とインドが競争することを避けるために凡明のえっと木綿労働者たちの親指を切り落としたとかですねイギリスのダメージになるような話を一生懸命言うんですよね、はい、で大声で言うわけですよ、うん、おっさんがね <laughs> イギリス国内でそうそそそそう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 ,、ねまあ、そうするとですね、まあ、CRD CR もよく分かっているんですけど、はい、こうなんとかこう対応しなきゃいけない。 とということであのその国,国内の青年組織の中にどんどん手を入れていくんですよね。はい、実際にはあの、えー、と情報提供者ですかそういう青年組織の中の情報提供者を求めるとかあるいは工作をしてもらえるように頼めるような人材をこうこう確保するとか、はい、そういった手段であるいはそ,のそういった手段集団に対して対抗する集団をまた立ち上げてもらうとか、まあい,ろんなえー、いろんな手段で、えー、なんとかこう対抗しようとするんですよ。はい、ただねいかんせん 当初は国際親善を目的とししたた組織でしたよねでなかなかね非力で十分にこう押し返せないんですよ。はい、しかもまたあの戦争が終わったばかりで予算もあんまり十分にありませんから、はい、あの十分に対抗できなかったとですからあの、まあ、一生懸命対抗はしてたんだけどなかなかうまく済まなかったっていうのがこの CRD の時代なんですよね。はい、まあそこに天気が訪れるんですよそれはどういうことかっていうと1947年にですねあの国連総会が開かれるんですけど。はい そこにソビエト側は非常にうまく作られたインテリジェンス資料を使う、まあ、プロパガンダ資料を用意してあの当時のイギリスのベビン外相というのがいるんですけど、はいね、あのそれをもう徹底的に非難するんですね。はい、でベビンはすごく 深くく傷つくんですよえこんな国連総会の、ねええー、華やかな場で何でわしはこんなこと言われなあかんのやと、はいね、それでですねで英国もこうソビエトに対してやりかわなきゃいけない、うん、ねこう一発食らわされたんだからこちらも一発食らわしてやらなきゃいけない、うん、そういったことを考えましてやはりこう英国に何が欠けているのかそれはプロパガンダ機関だ、はい、というこう考えてです、ね、で本格的な英国のプロパガンダ機関というのを こう立ち上げるんですよ。あ自分がやられたからもう身染みて、そうだそう大切だが。そうですそうです。やられたらやり返す。はい、なかなかかっこいいですね。はい。<で> <laughs> それでですね、できたのが、えー、このちょうえっ、ー、と情報調査局とね、ザインフォーメーションリサーチディパーツメントこれ外務省の中に、えー、設置されるんですよね。はい。ただね、この I.R.D. に関してはね、多分日本でほとんど知られてないと思うんですよね。はい。あのね、ちょっとすごい特徴があるんですよ。 この IRD だからもうプロパガンダしますよねで、はい、どんどん冷戦が深まっていきますですからあのプロパガンダの必要性というのはどんどん高まっていくわけですよ、はい、そしたらどん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 大きくなるんですよね、はい、どういうことかっていうと英国の,その外務省の本局があるじゃないですか、はい、本局よりも大きくなる<え> <laughs> 人員がこう集めってそうなんですであだから外務省の中で最大の部局になるんですよはい びっくりだから,、あのーまあ、ら1950年代初頭までに IRD は、まあ、SIS といって秘密情報部と協力して、まあ、外務省の中で最大の部局になると、うんね、だから、あのー、小さい外務省がそのままプロパガンダやってたみたいなうん、ね、そんな感じになるわけですよ。はいね でだからこう外務省というと普通カントリーディスクってありますよね、はい、例えばこうに、まあ、アジア担当とかアジア担当の中でも日本担当とかね、うん、そんな感じで大体国別にこうカントリーディスクって分かってるんだから IRD の中にもカントリーディスクがある、うん、でもその中の最大のカントリーディスクはどこかっていうと英国。<laughs> <laughs> <laughs> これが面白いんでね MI5 だ, MI だとか MI6 だとか自分の国の中を重宝する部局があったりするんですよ、ね、いやいや別にそういう話は別なんですけど、はい、プロパガンダ、ね、あの,あのプロパガンダを担当する部局が外務省の中で最大でしかもその中で最大だったのは英国英国のだから英国向けの、えー、とプロパガンダっていうんですか外務省が積極的にこう対抗してたっていうことが 実はわかるんですよねだから日本なんかね本当にこうプロパガンダこうでバンバン浴びせられても全然対抗してないでしょ少なくとも50年代から60年代の,この冷戦の華やかだった頃は英国もそうやってあの、えー、っとプロパガンダに対抗してたんですよね。それはねちょっともうちょっと今,今これからの日本を考えていく上でもあの考えなきゃいけない点で。 あ別にそういういね日本も外務省もそうしたらいいと言ってるわけじゃ決してありませんよ、はい、これには非常にこうネガティブな要素もありますからね。はい、ですけど、やはりあのそこまで努力してたんだという事実は、やはり一方でちょっとこう心に留めておかなきゃなとは思うんですよね。はい、うん例えばですねで、まあでこう、イギリスの情報部というと、まあ、前回もお話ししましたけれども、やはりあの文学者が協力はいうのがあって、かこのコナンドイールとか、はい。 HG ウェルズとか、ね、あのあの宇宙戦争の火星みたいな火星人の、ね、変なタコみたいな宇宙人の、はい、<laughs> やつが出てくるやつですよねとかあ,のああいうのがやはりこう、えー、っと第一次世界大戦の戦後構想を作ってたっていう,うすごい話でしたけどやはりこの時もやはり同様で例えばグレアム・グリーン J.B. プリストリーアーサー・ケストラ、まあ、あと、えー、ジョージ・オーエルですね、はいえー、こういった人々の、えー、協力を仰いでいます。 まあでここで今日は取り上げるのはこのオーウェルの事例なんですけど、はい、まあ彼はですね戦中からあのまあ戦中といっても第二次世界大戦ですよねああ戦時プロパガンダ機関であった PWE っていうのがあるんですけどそういった機関で実は働いていました。<ー>いやだからあのまあ本当にね文学者がそういう情報機関の中で働くっていうのは本当にありふれた事例でね、はい、あのよくあるんですけど、まあ、彼もそうやっていたと。 でまあ、彼の代表作、まあ、あのオーウェルの代表作といえば「まあ、動物農場」とか、えー、1980年これ日本の誰かの小説もありましたね。<laughs> まあ、誰かとは言いませんけど、はいまあ、そういう有名な小説があるんですけども、まあ、こういった小説ですごく有名だったわけです。はい でも、ね、これらはあのプロパガンダの素材としては非常に良かったんですね、うん、どういうことかっていうとまずね、えー、手に取りやすい、まあ、動物農場なんか分かりやすいですね、はい、動物が出てきてうんちゃらみたいな話ですからね結局共産主義を批判するみたいな、ね、うそうですそうです 2>, で2番目はねだからあの確かにこう反全体主義ではあるんですけど、まあ、必要以上に反共産主義者ではなかった、うん、反共という色がそんなに濃くなかったんですよ、ね。はい だから、あのー、こうだよって言われても、あんまりこう、わざとらしくなかった。わざとらしくなかった。 があの主人公っていうか動物をあの人間に見立ててのストーリーだからちょっと動画的にも感じるところがあるんそうですね。それでこう巧みにねあの、はいうん、ダメだよ共産主義ダメだよ共産主義みたいな、うん、そういった形でこう,うまくあの人々の意識を変えていった、はい、そういうことがあるんですよね。でまたやはりあのオウエル本人がねあのスペイン内戦ね1936年から7年にかけてのスペイン内戦の時はあの共産主義側であの義勇兵として戦って てるんですよ。だからこいつは左翼だよね。っていうのが、当時の英国人一般の認識なんですよね。はい、だから、その英国のえー、っと左翼の人がやはりこう。批判的な考え方をして、そしてまあこう全体主義が批判してるんだなっていうのが、その時の当時の受け取られ方なんですよね。はい、だから逆に言うと左翼の人が書いてるから、あのー、信用できるんだろうとう左翼の人も騙されてしまうみたいな。なるほどね。そういうことになるわけですよね。はい うん。でそれであのー、こうなんですけでも実際にはあのオーウェル自身は。 あの当時の,あのもうだから、まあ、情報機関なんか入ってからですよね、まあ、当時の,あの左翼の人たちでやばそうなやつは全部リストをあの、まあまあ、英国の当局に引き渡していたそれが後で明らかになって大問題になりましたけどもねうもうだいぶ後ですよつい最近には2000年代に入ってからじゃないかなそうそうそのぐらいになってから実はあの明かしてましたみたいな話になって<ー>完全にだから英国のだから情報機関内部のインマンっていうのかねそういう方でいいのかなそういうこう内部の人だったんですけど そういった人たちだったのね。はい、だからそういうこうまあ、格好の素材ですから。まあ,あの情報調作業 ird はすぐに ol の作品を精力的に、えー、宣伝するようになります。ま、うん、海外での出版の著作権が買い上げられて海外の出版社に無償で提供される。うん、また、翻訳という費用のかかり仕事も彼らのためにまあ提供される場合もあったと。うん ね、でここでちょっとまああのフリップの方をちょっを見ていただきたいんですけど、まあ、1955年までにです、ね、もう実に多くの言語、ね、ビルマ語中国語とイタリア語とか、ね、もう実に多くの言語に翻訳されているとで、まあ、中国版だったらイ,イラスト入りとかね<ー>あるいはまたあの植民地賞の求めに応じて動物農場の漫画版これの配給もこうされていたと。 もうどん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 そういう形で、えー、実はこう利用されていたんだと、うん、っていうことなんか翻訳補助金がつくみたいな感じの。<laughs> そうなんですよだからそこまでしてね、うん、まあ大手見えないでしょ、はい、だからこの前も言ったようがうまくいくプロパガンダっていうのはあのこう、まあ、事実と言ったら変ですけど、はい、まあそういう,こう否定しようがない事実を拡大するです、うん、しかもまたその事実自身も見えなくなってしまうんですよね。うん まあ日本語になってなかったら私だって読まなかったんですけどね、うん、そ,うそうですよねだから僕のねちょっとこう予備校時代なんか大学受験に失敗して予備校に行ってた時あはその時の,あの経験があるんですやっぱり英語の先生がちょっと懇意していただいた、ね、予備校の英語の先生がいてその先生からあのまあ左翼が作っている左翼を批判する「エンカウンター」というイギリスの雑誌があって、はい、それからちょっと一部にからお借りしたことがあったんですよ。でもねねそのエンンカウンターという雑誌も、ねはい だからソビエト側を批判だからソビエト左翼が、はいえー、左翼のことを批判しているような雑誌だろうなと、はい、多分その英語の先生もそう思ってたんでしょうね、はい、僕もそう思ってたんですけど、はい、後で見てみたらエンカウント自身が完璧にこの IRD ですか IRD と SIS が共同して作ったあのプロパガンダ用の,あの雑誌だった。あそそそううなんんででですすすかかかれった だからもう最悪なんてクソやと <laughs>。いや本当ね痛感しました。いや出版ってすごいあれなんですねプロパガンダが浸透してたんですかね。そうなんですだから本当ねあのー、びっくりするような雑誌もね、うん、あの実はあのプロパガンダの手が入ってたりとかね。 あの英国で有名な雑誌、まあ、ここでは言いませんけどそういうのあったりとかですね、はい、やはりそれ,それやっぱりね学生ねやっぱりこう高校生というかそういう,こう年半も行かない頃ですから、うん、あこういうこともあったのかとか思うじゃないですかでもやっぱりこう数十年経ってからねたを開けてみたらあなんだプロパガンダか <laughs> <laughs> なんだこれもかお前もかみたいな。<laughs> お前本当お,お前もお前もなーでお前もかみたいなねそんな感じですね。やはりあのすごく考えさせられるといった変ですけど、やはりこう逆にねあのふに落ちるところもあるんですよね。だからここまであのプロパガンダというのは行われてたんだと。だから我々自身がやはりこう日常生活の中にこう本当にね細かいところにこうどんどん入り込んでるんですよね。それに対してやはりこうもうちょっとこう敏感にならなきゃいけないんじゃないのかなと。 ね、そういったことも、やっぱりこう感じましたね。気づかせないのは、うまいプロパガンダなんですもんね。まあ、それで、しかも事実ね。ねね事実をとにかく伝えるね。事実伝えると。そうですね。はい。では、皆さんも日常の中のプロパガンダ、探してみてはいかがでしょうか。はい、では、次回もお楽しみに。